こんにちは、津田大輔さんと青木治さん。ついに、電通に警察、検察の手が入りました。電通というと、世界でも大きい広告代理店ですが、電通に何が起きているのでしょう。シロアリビジネスって言ったらちょっと言い過ぎかしら、だけど、その公金に群がるシロアリビジネスみたいなものを、こう、餌とする、こう、なんて代理店に、ちょっと変貌してんじゃないのっていうあたりは、それは津田君の言う通り、非常に大切な視点だなとは思う。そう、だからその仕組み自体を、まあ、本来であれば、もっと言わないと、やっぱおかしいわけですよね。これだけ不祥事がある企業がなんで史上最高益出してるのかっていうところ。についてやっぱりもっと、まあ、別に僕も電通が全ての悪の根源だみたいな陰謀論には乗らないけど、ただやっぱり電通いろんな問題を起こしていることは確かなので、まあ、でもそれがじゃあマスメディアからね、どれだけちゃんと、検証されてきましたかっていうことも含めてね、改めてやっぱ問い直されてるんだと思います。いや、電通は悪の根源でしょう。いや、電通とパソナだよ。まあ、パソナもだからやっぱり同じなんですよね。